6月13日木曜日、大津市議会で本会議が開かれ、質疑一般質問が行われました。質疑一般質問は、6月18日火曜日までの4日間の日程で行われる予定であり、この日は8人の議員が登壇しました。各議員からは、まちづくり、子育てや高齢者支援に関するものなど、 多岐にわたる分野について、さまざまな視点から質問が行われ、活発な議論が交わされました。今後は、議案の審議や所管事務を調査するため、各常任・特別委員会が開かれ、7月3日水曜日に議案などについての討論・採決が行われる予定です。